バスケトークラジオ、はい、第182回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日も首のヘルニアが治らない岸と、どうもと藤門です。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日はこんなに夜分遅く、いや朝早く12時40分56秒57秒、こんな時間に収録ちょっと初めてだと思うんですけど、皆さん本当に僕のせいですいませんでした。この場を借りて謝りたいと思います。さてさて、トモさん、フジモンさん、はい、実はね、リスナーからねネタ提供をいただきまして、はい、ロンゾボールについてちょっと話してくださいというネタの提供をいただきまして、僕ロンゾボールをちょっと調べてきたんで、今日はそのリスナーさん、サンダーバーズさんに答えるべくロンゾボールのお話をしたいと思います。はい、サンダーバーズさん、実はねロンゾボールのことを今から話しますけど、それともう一つ、コットン T シャツと、ナイロン素材 T シャツ、まあ日本でよく着られてるものですけど、欧米ではコットン T シャツが流行ってます。これ何の差ですかっていう質問もいただいてるんで、この辺にも答えたいと思います。この2話で182回目いきたいと思います。まず一つ、ロンゾボールからいきましょう。皆さん、はい、僕が調べたしがない情報をここで発表したいと思います。ロンゾボールってトモさん知ってる？NBA プレイヤー、そう、鳴り物入りで入ってきた NBA プレイヤーなんですけど、フジモンさんはその辺ご存知です？存じ上げないです。そうですね、はい、ロンゾボールを僕はベタにウェブサイトから調べてみました。この辺を紹介したいと思います。はい、耳をかっぽじって聞いてくださいね。ロンゾボールってプロフィールからいきましょうか。ロンゾボールは198センチ、86キログラムのガードでございます。すごいね、将来有望視されてて、その父はラバーボールっていう選手で、もうすごくビッグマウスで面白いんですよこの人で。問題発言を連発してきたお父さんがいますっていうことなんですね。紹介しています。はい、ジャーニーマンっていうブロガーから紹介しますね。フルツ・スミスと違い、コーチ・チームメイトに恵まれたロンゾボールは典型的な西部のカリフォルニアのプレーヤーらしいです。ドリブルでボールをプッシュして速いテンポを好みます。そのスタイルが UCLA にハマっているのは言うまでもありません。91.9PPG という NCAA ディビジョン1の、しかもナンバーワンの平均得点を誇る UCLA のオフェンスをリードするのがロンゾボールでございますと。自らのシューティングのほとんどがスリーポイントかリム周辺であることは現代的で今の NBA に好まれる点でありますと。で、現時点でスピード、ボールハンドリングで劣るのは否めませんが、比較的ジェイソン・キッドはドンピシャですと。何よりキッドより2インチ高い上背は多くの弱みを補えますと。ペニー・ハーダウェイバリのプレーも随所に見せる点は、ボールの恵まれたサイズ、ロンゾボールのことね、ボールの恵まれたサイズによるところが大きいでしょうと。これ聞いてて分かる人は分かるよね。僕ちょっと NBA 分かんないで、すいません、分かんないですけど。実に特徴的なシュートフォームでありながら、確率は何以上のものを持っています。シューティングについてはシーズン前に疑問視されていましたが、少なくともカレッジレベルでは十分通用することができました。やや低い位置から放たれるショットのため、 NBA では危ないという見方もありますが、ほとんどのガードプレイヤーよりも大きいボールって、ロンゾボールのことね、ボールはうまくしのいでいくでしょうと。で、何より彼の長所はキッド同様周りを生かすことです。おそらく NBA 球団に今最も必要とされているのがロンゾボールではないかと思いますと。スコアリングに秀でているフルツ、デニス・スミス・ジュニアとはそもそもタイプが異なりますと、注目はやはり所属チーム UCLA のこれからでしょうと。現在ランキング6位の UCLA、23勝3敗、パックで12、パック12で10勝3敗は NCAA トーナメント優勝を狙えるチームですと。
ポイントガードとしてチームをより上に導ければロンゾボールが NBA ドラフトで1位指名を受ける可能性が高くなるんです。これちょっと古いだ、2月やね、結局ドラフトもらってるんでロンゾボール、これちょっと古いところで、だからちょっと古いんだけど今実際ドラフトかかってやってる選手なんですけどね。ドラフトでは何位で指名かかったんだろうね。2位ですね。ドラフト2位、トモさんナイス、はい、これがどうやらガチャガチャ言わすんじゃねえのって言われてる注目選手らしいです。そう、あのサマーリーグで MVP ですね。サマーリーグで MVP のトモさんナイス。周辺情報を調べてみました。まあお父さんから行きましょう。お父さんなかなかビッグマウスっていうことで有名なんですけど、はい、で彼自身もバスケットプレーヤーやってね、確か。で、息子、ラメロボールやね。ラメロボールが、弟なんよね。はい、三男で。ありがとう。ちなみに次男もいますよ。え？ちょっと待って、長男が、ロンゾです。長男がロンゾなんや。次男と三男なんや。はい、今、はい、俺3人がリアンジェロですね。リアンジェロ、はい、ちょっとトモさんが紹介してよ、俺もうアップアップやのに。いやいや、どうぞどうぞ。頑張ります。そのまま指摘してよ間違いがあったらお願いしますね。これね、ちょっとラバーボールさんからいきます。お父さんね、お父さんね、お父さんすごいビッグマウスですっごい言うらしい、審判とかにもすっごい言うことで有名やし、まあ、自分の息子がすげえプレイヤーなんでぜっていうこともすっごい言うらしい。で、ラバーボールお父さんが言ったのは、息子、三男のラメロボールが出場したゲームで、コーチを務めてたんだって、ラバーボールって。で、試合終盤に2回のテクニカルファールをコールされたんだって、ラバーボールお父さんは。で、2回ってことは退場を言い渡されたらしいです。ですよね。うん。で、まあまあ2回目のファール、テクニカルファールを受けた時にラバーボールお父さんは納得できず、まあ自分退場することはもちろんなんですけど、あかんと、もう選手お前たちも一緒に帰るぜって言って帰っちゃいました。どこかのね、高校の監督もそういうことやってましたけれども、そういった似たようなことがちょっと起きアメリカでも起きたらしいですということですね。まあ本当気性の荒い方みたいで、実際 YouTube で見れるんですよね、これ。退場するところとかがですか？そう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 。検索キーワードは、テクニカルファール、スペース開けてラバーボール。これで検索していただくと、その YouTube の模様がバッチッ出てきますね。僕も見たんですけど、どうもそのファールもその濃いな感じはしなかったですね、僕が見た感じは。普通のファールしてるように見えるんだけど、ラバーボールお父さんはもうブチ切れて、で2回目審判に文句言って2回目のテクニカルファール吹かれで、まあ子供たちに対して、おいお前ら帰るぞって言ってるんだけど、子供たちはちょっとそれにドン引きしてる顔してました。え、マジで帰るんですかみたいな顔してるのがバッチリ映ってて、いやいや、いいんだいいんだ、帰るんだ帰るんだっていうところが映ってるのが、その今の検索キーワードで出てきました。ちょっとまたね、時間があったら、電車の行き帰りね、仕事の行き帰りなんかちょっと見ていただいて、あーこれかこれかと見ていただいたらいいんじゃないかな。お父さんはね、だいぶクセモンみたい、うん、なるほど。で僕は何やって言ったら一番こう目立つのはお父さんじゃないかなと思うんだけどな。でここお父さんをちょっと広げてみます。2017年3月18日、少し古めの記事ですが、すごくこの記事でお父さんのビッグマウスぶりが出てるので、これを紹介したいと思います。NBA スイートデイズからの引用になります。UCLA で活躍するスターロンゾボールは父ラバーボールの発言でも注目を集めることとなりましたと。ラバーボールは息子ロンゾボールについてすでにステフィン・カリーより良いと発言しています。さらに畳みかけるように、息子たちのシューズ契約には10億ドルが必要と。10億ドルって友さんいくらだ。130億円ぐらい今のレートで。
あれ、トモさん切れた、もしかして。いや、いますよ。ああ、聞こえてる。うん、すいません。130億円ぐらい必要と豪語するなど異常なまでの自信を見せていますと。そしてラバーボールの刃はバスケットボールの神様ことマイケル・ジョーダンにも向けられたようです。ラバーボールはジョーダンについて次のようにコメントしています。 USA Today スポーツが伝えています。もし俺が全盛期のコノラならマイケル・ジョーダンをワンオンワンで葬っただろう。私はジャンプフックを打つたびに彼はファールをすると。ワンオンワンで私を止めることは彼にはできない。彼は私から離れた場所からだけショットを決められる。私はリムの下でスコアリングするがね、ということが書かれているそうです。うん。ただこの記者もなかなか辛辣で、それほどのプレイヤーがなぜ表に出てこなかったのだろうか。ジョーダンがワンオンワンでラバーボールに劣ることはないだろう、どんな時代においてもだと。ちなみにラバーボールはワシントン州立大学でワンシーズン過去1987年から1988年にプレーし、平均 2.2 得点、 2.3 リバウンド、 1.0 アシスト、 0.4 スティール、 0.1 ブロックショット、フィールドゴール成功率 40.4%、フリースロー成功率 45.0% を記録していますと。細かいね。これに対してジョーダンはノースカロライナ大学で3シーズンプレーして、平均 17.7 得点、 5.3 リバウンド、 2.1 アシスト、 1.6 スティール、 1.1 ブロックショット、フィールドゴール成功率 54%、 スリーポイント成功率 44.7%、 フリースロー成功率 74.8% を記録しているので、まあ段違いでしたよね、ということが記者に書かれていますと。こういうビッグマウスのお父さんがいるんですけど、お父さん実はね、ロンゾボールのシグネチャーモデルのバッシュを発売しています。発売しちゃったんですか。発売しちゃいました。2017年5月6日の記事に、なんとかかんとかスニーカーズっていうウェブサイトに載っていますね。しかも強気のなんと495ドルでございます。約6万円ぐらい日本円で。で、このシューズがどのスポーツメーカーと契約するのか話題になってたそうなんですけど、最終的には父親が経営するビッグボーラーブランドっていうお父さんの経営する会社から発売することになったんですけど、お父さんはこの販売権をナイキに売りたかったらしいですね。10億ドルで。それが叶わず、結局お父さんのビッグボーラーブランドっていうブランドから発売することになりました。で、金額は495ドル、約6万円ということですね。スペシャルエディションっていうのもありましてね、これはサイン付きなんですよ。はい。995ドル、なんと10万円超えね、約13万円って、今の、日本レートで13万円ぐらいの価値になりますね。一回これも検索してみてください。検索キーワード言いますね。ロンゾボールシグネチャーモデル、これで十分出ると思います。まず495ドルのが出ますけど、サイン付きのプレミアムモデルは995ドルでございます。だいぶビッグマウスみたいやね、ラバーボール。そうですね。で、僕ちょっと興味深いのはね、トモさん、フジモンさん聞いてほしいのは、ラメロボール。ラメロボールがね、ちょっとバスケ上手いんちゃうかなと思うんですよね。ちょっとアフロっぽい髪してる男の子で、バスケが非常に上手い。ロンゾボールも上手いんでしょうけど、ラメロボールも上手いよっていうところをここで紹介しときたいな。これ三男。リアンジェロボールっていうのが次男にいるみたいですね。はい。リアンジェロボール。ここはね、僕すいません、リアンジェロボールあんま情報ないんですよ。知ってる人いないよね、このマニアな情報。よし、リアンジェロボールちょっと紹介しとく。もういい？お腹いっぱい？もうお腹いっぱいです。お腹いっぱいか。ちなみにね、そのバッシュね。そのバッシュ高いじゃないですか。で、まあこれ富樫選手。おう。日本の。おう。が
レイザーラモン RG さんに、場所買わないんですかって言うたらしいですよ。ほう。で、それを言われた RG さんは、うん、まあ、日本でこれを持っているのは僕がふさわしいのではないかなって勝手に思い込んでるみたいですけど、ね、ほんで、その場所買ったの？まあ、いや、それまだ買ってないと思うけど、うん、という富樫選手が RG さんに、うん、ちゃちゃ入れてるみたいです。マジかよ。これ買わないんですか。ちょっと悔しい、その情報すごいやないか、それ。だから巷では話題になってるっぽいですけど、なってるっぽいな。まあ、また買い藤本さん、それ知っとかな。ちょっとマニアすぎてちょっとびっくりしましたけど、今の話。マジかよ。バストラレギュラースタッフならそれぐらい知っとかないとですね。もう次履いてますよ、今さん。履いとったりしてめっちゃおもろい。すいません、めっちゃ細い情報提供しますけど、リアンジェロボールさん、はい、意外とでかいんですよ。しかも UCLA 名門、ガタイもいい。身長は 198.1cm、 体重は 108.9kg あります。しかも、これ驚かないでくださいよ。ポジションはシューティングガードです。シューティングガード、セカンドガードとも書いてますけど、まあ、まあ、とにかくその辺のポジションです。ディアンジェロ・ボールさん。ラメロって僕が好きなのは 177.8cm なんだって。で、小さいね。体重も 65.8kg。ただ、ラメロ・ボールの方は、ディアンジェロ・ボールはちょっと YouTube でも出にくいけど、ラメロボールの方は YouTube バリバリ出てきますから、これもしかして NBA 鳴らすかもしれないです。面白いですよ。2019年卒業予定です。で、ちなみに UCLA、 これちょっと楽しみなんで、ラメロボールも注目しておきましょうよ。これはね、もう総じて、サンダーバーズさんのネタ提供ありがとうございますというところでございますよ。まあ、そのボール家族の話はこんな感じでよろしいでしょうか。はい、ね、そうですね。あったら言ってくださいよ。あ、あとシャキル・オニールをね、ラバーボールがディスってるらしい。ラバーボール、お父さんがね、シャキル・オニールをディスってるっていうニュースもちょっとありましたけど、ここはもう割愛にしときたいと思います。さてさて、いつものバストラに戻していきたいと思います。藤本さん、はいはい、ウルグアイ戦見たって？行きました。A 代表がウルグアイと試合したんだよね。そうなんですよ。これを生で見たんだよね。見ました。聞きたい聞きたい、ちょっと聞かせてごらん。そもそもウルグアイってなんかサッカー、日本対ウルグアイっていうとなんかサッカーの試合みたいな感じがしてね、おうおう、なんかバスケットのイメージってあんまりないような。そうだよ、サッカー名門やからね、ウルグアイですよね。うん、うん、でも実際はいわゆるランキングでは日本より上っていうことで、うん、もちろん、うん、強いんだって思いながら、うんうんうん、で、まあ、土曜日日曜日で先週ですね、うんうん、あって、私は日曜日の方に行ったんですが、うんうん、まあ、土曜日の方はなんかなぜか負けてしまい、うん、ちょっと待って、これは強化試合なの？強化試合ですね。あ、これってね、僕前から思ってたんですけど、はい、その FIFA のランキングにも関わるんですか、はい、この強化試合って。強化試合は関わらないんじゃないですかね。あ、ほとんど関わらない。やっぱ公式試合で関わってくるっていうことだね。だと思います。多分僕もそう思うんですよ。そのいろいろ試す実験とかもあるし、どんなケミストリーが起こるのかっていうのもコーチは試したいから、ガチじゃないんだろうね、おそらく。そうですね、だからランキングにも左右されないっていうこと。ごめんなさい、話それて。そういうことで、はい、で、まあ、そうですね、うん、アップ見てると、うん、あんまりシュートがうまいようには見えなかったんですよ。ほー、要するに落としてたってこと？うん、アップの時のシューティング見てても、あ、そういうこと。なんかあんまりこう日本の選手の方がずっとシュートフォームも綺麗で、うん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 、どうなんだろうなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、体格はやはり皆さん良くて。なるほど、うん、だからその日曜日に見に行って、うん、そのアップを見てた時に、うん、なんで日本負けちゃったのかなっていうふうに思うぐらい、そんなにすごいようには見えなかったんですよね、うん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 、でもいざ試合始まってみると、うん、なんかその指先のそのボールの扱いというか、そのハンドリング技術的なものっていうのは、う
なんか日本の選手の方があるように見えたんですけど、うんうんうん、やっぱりガードもでかいし、うん、パワーはあるなっていうところで、うん、なるほど、まあ、そういったところで土曜日もやられちゃったのかなっていう感じはしました。うん、結果日曜日どうなったの？は、ですね、日本が楽勝してました。うん、楽勝まで行ってたの？そうですね、終始日本がリードするような形で勝ってたので、うんうんうん、うん、まあ、体格に差があるので、うん、これ日本 の、 そのバスケ見ててもそうなんですけど、うん、体格で負けてるのに相手に最初にいきなり 10-0 だなんだとかでリードされちゃうと、うんうんうん、結局なんか接戦になったと途中で接戦まで持ち込んだとしてもまた最後離されて、うんうんうん、結局その第1クォーターの10点差がそのまま勝負の結果になっちゃったななんて試合って結構多いじゃないですか。うん、多いね。うん、だからなんか土曜日はそんな感じだったみたいなんですよね。うんうんうん、まあ、日曜日は逆に最初からリードしてたので、うん、まあ、その中で、まあ、結構やっぱり富樫ファンの人が多いんじゃないかなっていう印象だったんですけど、うんうん、ただガードがでかいので、うん、相手 の、 そのウルグアイの方が、うん、ピックアンドロールで富樫のマークマン、うん、じゃない、そうですね、富樫のマークマンが結局でかいんでそのままピックアンドロールで富樫がついてもそのまま上からスリーを打たれてしまうなんていうシーンがすごく多くて、あ、そういうところで身長差つかで攻めてくるななんていうのはすごく感じたんですけど、なるほど。ただまあ日本をとにかく盛り上げてたのは、うん、実はスタメンの選手というよりは、うん、富樫と交代で出てきた川崎の篠山選手ですね、うんうん、篠山選手か、わかるよ。もうディフェンスがすごくて、うん、もうディフェンスでなんか相手を圧倒して、うん、もう日本に流れを一気にこう持ってったっていう、うんうんうん、だから目立ったのがその篠山と、うん、まあ、あとやっぱり比江島選手でしたね。比江島でも世界的に名前を売り始めてるよね。でもほんまにそうですね。ただ、うん、やっぱり富樫の方がどうしても日本のこうにわかファンの方々にはやはりこう売れてたので、やっぱりこう並んでる時も、うん、まあ、試合前のアップの時も、うん、まあ、富樫のプレー見たい見たいってこう周りの観客の方とかもね、うんうんうん、まあ、言ってる声がすごく聞こえたんですけど、うんうんうん、ただそんな中で比江島選手があれだけ活躍したんで、うん、なんかあの人すごいすごいとか言って、比江島って読むのこれとか言って、そういう声がまた周りからも聞こえて、うん、そうなんや、うんうんうん、だからそういうこうなんて言うんでしょうね、まあ最近になってバスケ見始めた人にも比江島のこう良さっていうのがこう伝わるような、うんうんうん、ああそういうしね、うん、なんかそれはなんかこう昔からの比江島君のねファンだった私としては、うんうん、結構ちょっと嬉しい瞬間でもありましたね。そうやね、うん、比江島って どういう得点の取り方するの？相手大きいやんか、でそれ縦に割って、そのランニングプレーとかに持っていったりできるの？それともミドル止まってミドルっていうの？なんかですね、ボールをこうたまに後ろ向きにもらってからも、うん、なんかこうくる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 回りながらもこう相手の隙間のところにスルッと入ってこう、うん、裏側に回ってひょいってシュート決めるとか。あーっていうことはほんまリムの下まで行ってランニングプレー決めてるってことや。そうですね、そういうプレーとか、うん、なんか変にスリーとか打つときもあるんですけど、うん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 、まあ、あの体を揺らしながらドリブルで抜いちゃうぞ抜いちゃうぞつって、うんうん、ディフェンスと距離が離れた瞬間そこでジャンプシュート打つっていつものあの得意技ですよね。うん、うん、まあ、それもありましたけど、うん、やっぱちょっと曲芸っぽいような、なんかこうスルスルっとこう相手をこうくるくるって回ったりしながらこうかわしてこう抜けてってシュート決めるっていう、うん、なんかそういうプレーがどちらかというと今回多くて。なるほど。それに対しておーっていう会場の声というかね、うんそういうのはありました。うん、ディフェンスはどうだったの？どんなディフェンスしてたの日本は？ディフェンスはマンツーマンとゾーン、うん、やっぱどっちもっていう感じでしたけど、やっぱマンツーマンの時の方が聞いてた、なんか機能してるというか、うん、まあ
まあ、品山選手が出てるときはやっぱりマンツーマンでっていう感じでしたけど、富樫のときはどうだったの？富樫、そうですね、どっちかっていうとアシストにゲームメイクに徹しようとしてるのかなっていう感じでした。それは誰が？富樫が？篠山？富樫が。ああ、富樫がね。ただいつも、ピックアンドロールでピックアンドロールからシュート打ったりするやんか、うん、はい、あれが1回か2回ぐらいしかなかったですね。そうなんだ。なんか前の監督の時と今回ラマスにね、代表監督変わって、戦術が若干変わったんじゃないかと思うんですね。ピックアンドロールが割と少なかったです。それはピックに来て富樫が行かないんじゃなくて、ピックすらも来ないってこと？はい、そうですね。っていうかやっぱ相手がでかいんで、ピックアンドロール の、 ちょっと上からパスこう通すようなパスとか、ああいうのがやりにくいっていうのもあったんじゃないかなって気もするんですけどね。じゃあ今回のゲームに関しては富樫はマッチしなかったのかもしれないね。そんな気もしますね。なるほどなるほど。あるいはそれを警戒されてたから逆にこう切り替えてカットインしてパスとかそっちに切り替えたのかもしれません、前よりも器用になって。なるほどね。あとは、まあ、なんて言うんですか、今回特別にですね、サンロッカーズ の、あのマスコットのサンディが、日本代表に選ばれましたなんてのがわざわざこうホームページまで書かれててですね、いつもはサンロッカーズの36っていうユニフォームを、ね、着てこうダンスを踊ったりしてるサンディが日本代表のユニフォームを着て、出て踊ったりしてましたし、ウルグアイの練習チームがアップとかする中にこうちょっかい出したりとかですね、まあ、強化試合とはいえ国際試合でこいつかよっていう感じのこうなかなかのオフェンス力やね。そうですね。ちょっといつもの国際試合よりはちょっと柔らかい雰囲気が、日本もこなれてきたらいいのにね。で国歌斉唱なんかもね、当然国際試合だからあるわけですよね、全員観客も立ってこう帽子取ってみたいな形でこう、まあ、ウルグアイの国歌とあと、ね、キムがよがってなるんですけど、なんか土曜日の時は、国歌斉唱は、ケミストリー の、 あのどっちかの人だったらしいですよ。で日曜日私が行った時は、三永亮太、誰？あの歌手の三永亮太っていう歌手で、2年ぐらい前に私なんか代表戦見に行った時には川村隆一が君が歌ってましたけど、らしいね。それフェイスブックでなんか見たわ。フェイスブックやな、 LINE やとか忘れたけど言ってたね。割と君が代もこういろんな人を人選してなんかこうね、趣向を凝らしてるね。そうですね。で結局ウルグアイ戦は1勝1敗だったんだ。1勝1敗ですね。格上でしょ、ウルグアイって。何位なの？そうですそうです。何位だったっけ。26位。26位か。それでもでも2試合目8勝ってフジモンどれぐらいやったん？ざっくりでいいから。15点差か。ああでもそれぐらいか。20点差ぐらいかなっていう感じでしたけどね。なるほど。東京を楽しむためにはもっと圧勝になってほしいな。そうですね。期待がかかるだけにね。またちょっと開催国としては力ないかなと思っちゃうね。そうですね。そうかそうか。ウルグアイ15点差が2試合目か。まあいい方を取って15点差としてもちょっと力足りないよね。まあ、1試合目が10点差ぐらいで負けだったんで、トータルで日本の勝ちみたいな感じに勝手に自分の中では片付けましたが。なるほどなるほど。ポジティブでいいでしょう。ちなみにあのパンフレットとかにもこう、選手の名前とこう所属チームとか書かれてるわけですけど、古川選手はもうねゴールデンキングスになってました。なってましたか。なってましたよ。もうなってましたか。そうか。ブレックスファンにはちょっと寂しいけど、まあ、コースケだけになっちゃいましたからね。そういうことやな。そういえばですね、まあ、話は変わるんですけど、どうぞ、まあ、
その、まあ、裏話って言ったら裏話なんですけど、うん、まあ、その B リーグでこう、まあ、優勝した某チームが、うん、まあ、あってですね、うん、まあ、縮小旅行みたいな感じで、うんうん、よくプロ野球なんかもハワイ行ったりとかするじゃないですか、はいはいはい、家族連れてね、うん、で某チームも、うん、まあ、ハワイに行ったみたいで、まあ、ブレックですけどね、インスタなんかにも、うん、まあ、楽しくこうなんか、まあ、今回引退する選手なんかもね、まあ、一緒にこう写ってる写真なんかインスタなんかに上がったりとかしてて、なるほど、ああよかったなーなんて思ってこう見たりしてたんですけども、ただこれがまたある情報によると、そのハワイ旅行、選手の一部自己負担だったらしいんですよ。なるほど、一部自己負担で行ってた。それを聞いたらもう時にもう全てを感じ取ってしまいましてですね、うんうんうん、やっぱりその B リーグになることによって確かに人気も増えて、若干そういうこうなんて言うんでしょうね、収入みたいなのはもしかしたら利益は上がったのかもしれないですけど、まあ選手の上がる年俸にその利益が追いつかないとか、あとは例えば B リーグになることによってこうでっかいスクリーンとかをですね、まあ、ブレックスなんかだと天井から吊るやつっていうのは B リーグになるときに合わせて取り入れてたんですけど、例えばそういう設備投資とかにも費用もかかりっていうのも、まあ、その要因としてはあるんでしょうし、いくら優勝賞金が入ってきてもね、選手の年俸がめちゃくちゃみんなして上がっちゃったら、でやっぱりこうファイナルまで行くと交渉とかも順番にっていう順番は他のチームと比べると遅くなりますよね、交渉とかにするのも。だから選手同士がこう、ね、今や簡単に情報交換できる時代だから、そうやねんな、そこはな、あいつがこのぐらいもらってるんだったら俺だってとか、やっぱなると思うんですよね。そうやね、だからやっぱりすごく交渉やりにくかったみたいですよ、やっぱり、ね、やっぱりそうやと思う。だって買っちゃうとね、トモさんもそうやろ、もし優勝しちゃうとさ、ちょっと買ったんだからって言って次の交渉は期待 しちゃうよね、やっぱり。まあそうですね、だ当然そこにはもう直接経費として乗ってくるわけやから、はいはい、やっぱチームの運営としてはすっごく難しい局面迎えたと思いますよ。だってそうですよ、ね、マーケットがそれだけ成長してないけど、なんやかん言うてやっぱり優勝はしちゃってるんだから、当然ほら分かるでしょっていう選手だってね、えやっぱり自分に価値乗せないと、そこがあいつらというか選手の商売ですからね。まあそうです、だから、まあ、今単数でしょ、契約が、ほとんどの選手が、ちょっと複数の選手が出てこないと、発展もせえへんやろなと思います。そうよね、複数年契約いうやつですよね。はい、確かに、なるほど。それで育てて、いい選手が出たらまたそれを金銭で例えばこう、まあ、売るじゃないですけど、それでまたこうチームとしてはこうね、また利益を得て、っていうところまでにはまだまだ遠いイメージですよね。そうやね、この前ちょっと藤本さん紹介してくれたけど、その一流選手製造メーカーがブレックスですよ的なね話を前していただきましたけれども、はい、まあそれはそれでね、もしブレックスっていう会社が儲かるんであれば、製造して成長させて販売できれば、これはもうビジネスラインに乗るわけであって、それがうまいこといくかいかないかっていうのはね、まだそこまでマーケットが大きくなってないのかなっていう、そういうところですよね、藤本さん。そうですね、そういう意味ではまた長谷川さんが監督になったっていう意味では、その製造の方には力入るようなイメージはあるんですけどね。ただ一方で某 A というチームは、契約金とか破格らしいですからね。 A ってどこや、アルバルクか。なるほど、どう考えてもうちだったら倍出すだって言われたらね、だってそんなに俺を高く評価してくれるんかって。だって今私たちが仕事をしてたって、ね、違うところから年俸倍出すぜとか給料倍出すぜって言われたら、そりゃ動くわ。うちの会社じゃ
ね、こんだけしか金くれないのに他の会社行ったらこんなに評価してくれるんだ俺よって、普通やっぱり気持ち揺れますよね。揺れますよね。でも、うん、藤本さん、これサラリーキャップってあるんじゃないですか。あ、確かもう B リーグになったら初年度はあるんですよ確か。あ、初年度だけなの。確かね、初年度だかはあるんですけど、はい、それ以降は確か上限なくなったんじゃなかったですかね。じゃあそれだったら資金力あるとこは絶対買っちゃうから初年度だけじゃないんじゃないの。そうですかね。いや僕は常識的に考えると、じゃあ大きい企業絶対勝つやんけって見えちゃうし、選手がその移籍の動きなんて全然面白く なくなっちゃうと思うんですけどね。どうなんでしょう、はい、上限はあると思いますよね。やっぱサラリーキャップあるよね。だと思います。でビッグ契約が生まれるとそれ以外はやっぱりちょっとしょぼくなっちゃう。しょぼいって言ったらちょっと言葉悪いけど、やっぱりこう定額の契約でこらえないといけないっていう局面がやっぱり A チーム A にはあるんじゃないですか。あったとしても上限が相当でも高い、そこそこのとこまで行ってるんじゃないですかね。なるほど。そこやっぱり同じ話になりますけど、マーケットが追いついてないっていうことですよね。そうですね、うん、確か前 B3 かなんかの、うん、ある埼玉のチームなんかは、うん、ある選手にやっぱりこう1000万近くの金額出しちゃってるがために、なるほど、他の選手を相当抑えて金額じゃないと取れなくて、なるほど、うん、仲間みたいなチームになっちゃってるっていう話になってた時がやっぱりありましたし、うん、なるほどなるほど、うんうんうん、逆にそれとはまた別の話でチーム運営の話でいくと、うんうん、まあ、ある知り合いの人があるチームに、うん、こう印刷代かなんかをですね、うん、まあ、先にこうそっちの方で出しといてもらって後で払うからっていう形だったので払ってもらえなく、それでそのチームに問い合わせたら当時 の担当人はもう辞めちゃっててみたいな、うん、なるほどなるほど、なるほど。もうなんかそういうもう B1 でさえね今話したような状況であればやっぱ B2B3 なんてもっと大変な状況になってるんだろうなっていうことで、かなりやっぱりまだまだそこのところは課題ですし、うん、地方都市なんてどうしたらいいのかなっていう。いや本当にそうやんな、大変やと思うわ。琉球あたりはアンダーマークなんかがかなり大きな契約をなんか10年ぐらいの契約でなんか結んでたはずなので、うん、だからかなりそういった意味でのスポンサー的な部分っていうのはかなり、だからあんなに琉球今年バーンと取れたりとかっていうのも。あ、なるほど。琉球は集めたね。ですよね。うーん、だから西宮も選手をほとんど離さずに入れたっていうのは、ね、ある意味頑張ったってことになるわけですよね。そういうことになるのかもしれないよ。うん、で私は感じたんですよ。どこまでやれるのかっていうところやけど、うん、そうやね。どこまでやれんの、トモさん。まあ、なんだ、地元の選手をね、うん、そのまま引き止めたっていうのは、まあ、戦略的にも正しいとは思います。うんうんうん、特に B2 から上がってきた、うん、ほやほやなんでね、うんうんうん、そこで、まあ、うん、島根みたいに総入れ替えみたいになっちゃうと、ちょっと今まで応援してきたファンはね、うん、あれってなっちゃうやろうし、そうやな。であと西宮体育館建て替えがあるので、うん、その辺もちょっと考えなあかんよねっていうところですね、うんうんうん、資金的にも。いや、これはね、バストラやから噂レベルの話なんですけど、西宮体育館建て替えて B1 ライセンスってあるじゃないですか。チームが B1 にふさわしいかどうかって審査されるわけなんですけども、そこがどうやら通らないっていう、僕は噂レベルですけど聞いてまして、だからせっかく作っても、あ、それはね、体育館の問題だけじゃないと思うんですけど、ああ例えばその持ってる動かせるお金とかキャッシュを見られてるのか何か分かんないですけど、ちょっと西宮ストークスはもう今のルール上を B1 ライセンス取れて B1 上がってるけど、もしかして落ちた場合 B2 にもう上がる権利がないというか条件ではないという噂を僕は聞いてます。
で、僕はそれを聞くと、まあ、西宮ストークスのファンに言いたいんですけど、あのもちろん勝ち目的でゲームをやるわけですけど、負けないこと、要するに一勝一勝、負けない一勝一勝を大切にすることで、こう B1 残留がかかってくるわけですよ。だから非常に一勝一勝が重くなってくるんで、ストークスにとってはね。もちろん優勝なんかできたらね、 B1 優勝なんかもうすごいいいことなんですけれども、だから現実的な話、やっぱりこう負けないこと、この負けなかった一勝一勝っていうのを積み重ねていくことで、下位2位に入らなければストークスは B1 残り続けることができるんですけど、もし落ちちゃった場合、そう、勝ったところで上がる条件ではなくなってしまうという噂を僕ちょっと聞いてまして、だここはねストークスファン、まあいろんな意味でこう楽しめるんじゃないかな、胸借りるつもりでね、いろんな強いチームとこれから西宮で見れるようになるわけですから、うん、そういう視点で見るのもまたちょっと一興かなというふうに思ってるんですけれどもね。一つ一つが金星で、すごく一つ一つが大きな意味のある一勝にストークスファンにとってはなってくると思うんですよね。これがまたね、可能性があればまだ上がれるんだよっていう、勝てば上がれるっていう条件だったらストークスやったら上がれると思うんですけど、いやー、落ちないことに今は執着しないといけないストークスっていうのも面白い見方かなと。で、まあまあ、でもまあ、ちょっとルールがまだ不安定なとこあると思う。そうやね、トモさんズバリいいこと言いましたけれども、まだ策定途中なんで、まだ僕が言ってるのは何度も言いますけど、噂レベルなんで、ファンの方もちょっと心を落とさずにちょっと見といてほしい。これからの動向をね、トモさん言うようにこれからいろいろ変わってくる可能性も大いにあり得るということですよね。トモさん、そういうことですよね。そうです。見方としては面白いかなっていう、一勝一勝、もう多分ごめんなさい、負けまくる可能性もあるんですけど、一つ一つの勝ちは全部金星です。 B1 でストークスが勝つということは全部が金星だ。こういう見方をすると一つ一つのゲーム楽しいんじゃないかなっていうふうに僕は見てます。はい、なるほど。すいません、ちょっとウルグアイの話から B リーグの話になっちゃって、そのままね、ちなみに、どうぞどうぞ。あのストークスの件なんですけど、あのバスケットボールスピーツっていう、今はあの、なんかフリーペーパーになってる雑誌あるじゃないですか。はい、あります。あれに堂原選手が載ってまして、はい、選手の休日っていうテーマのやつなんですけど、今回のボリューム10っていうのはちょっと僕一度も見たことないんで、それちょっと紹介してくださいよ。今回は、まあ、いろんなこうなんて言うんでしょうね、あの選手の趣味は多種多様なんつって、宇都宮選手とかが、ハンナリーズの宇都宮選手がブラックバスを釣ってる写真とかですね、まあ、そういういろんなこう趣味、普段どんなことしてるのかなっていうのとかがこういろいろ載ってたりするんです、今回は。それ面白そうやな。で今回はそのおしゃれが好きっていうコーナーに堂原さんが載ってましてですね、なんか洋服や靴が好きで、オフの日は買い物によく出かけます。最近は子供が生まれたこともあり、ベビー用品もチェックしていますなんてことで、まあ、ほんの一部分ではあるんですけど載ってましてね。いやー面白いよ。まあトモさんなんかね、あの育英クラブなんかね、育英高校で練習したりするんですけど、その時オフの、堂原選手、今シーズンは来てないかな、トモさん。今シーズン見てないですね。でも昨シーズンか昨シーズンか忘れたけど、堂原選手来て一緒にバスケされてましたよね。あの毎年ね、オフシーズンはいつもやってますよ。そんなファンにとってはもう羨ましいことですよ。そうですよ ねしかもそれもガチプライベートで来て、本当に遊ん、バスケットして遊んで帰るっていうね。もちろんトモさんらはガチやけど、堂原選手どうなんでしょう。堂原選手もまあまあ頑張ってやってるんですか、トモさん。力の入れようはどんな感じなんですかね。力の入れようは、
まあ 30% ぐらいだと思います。やっぱりそうな。でもだって怪我さしてもあかんしな、トモさんのお腹で吹っ飛ばしてもえらいことになるしな。そうそうそうね、パワーじゃあ僕の方があると思う。そうやろ、お腹のパワーは。うん、でもさ、トモ普通に堂原選手とバスケしてるけど、これってファンからしたら夢のようなことやで、ほんまに。ね、うん、積極的に俺がつくみたいな言わなあかんね。そうですね、怪我させん程度に。ね、いやーほんまなあ、どうやらせようかせで、なあ雲の上の選手になっちゃいましたけど、だって一緒にできたりするの羨ましいですよ。なあ、そういえば私は電車の中で川村選手見て喜んでるぐらいのレベルですからね。ちょっとその時は話しかけたりしたんですか。いやー、それはさすがにちょっとできなかったですね。トモさんはもしあったら喋るやろ。川村選手、うん、俺やでー言って、うん、言っちゃいますけどね。俺バストラのトモやでーっつって、フジモン名刺持ってるやん。いや、実際その時は思ってたんですけど、さすがにですね、そこを切っていかないと。結構人が乗ってる電車の中でどうしたもんかなっていうのがあって。マジかよ、そこいかな、フジモン。しかも私その時、うん、もう全身バスケルックスだったんで固めてたんですよね。うんうんうん、でチラ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 見て、だからさすがになんかちょっとこうなんやねん、小心者。いやー、これ道端だったら声かけたかもしれないですね。一緒や、道端も電車の中も行かないと、ね、俺フジモンやねっつって、え、お前知らねえのっつってまあちょっとそこまで押していただけるんだったら今度はちょっとやってみようかな。いや、それは行こうよ。ほんでもし川村さんが怒ったりしたら、はい、じゃあちょっとボスの騎士に言うときも謝らせますって言うといて。わかりました。大至急謝ってきますんで。そうそうそう、すぐ梅干し持ってきて降りたか見てますんで。なんてなんて、どこの駅で降りたかは見てますんで。あ、そうなんや見ちゃいました。はい、そん時にフジモン、その川村選手はどんな感じなの。芸能人扱いじゃない。いや、もう本当に、うん、Bコールの格好は当然してなくて、うん、普通にリュック背負って、うん、私服に帽子キャップをかぶって、うん、うん、でまあそのいわゆるゲーム的なものをなんかこう、うん、やりながら、うん、スニーカーに片手つかまったりしながら。普通のお兄ちゃんやん。そう、普通のでかいお兄ちゃんなんですよ。だから誰も気づいてない感じでした。かんわ。フジモンは当然あれやろ、グラサンにマスクつけて、バレんようにしとったやろ。俺フジモンバレへんようにってしとったの。そうですねもうせっかくだったら山下清の格好してこう行きたいところでもあったんですけど分からへんやろ、リスナーが。ですね、すいません。そう、フジモンはね、フェイスブックで山下清の格好しとってんな、と思う。そうなんですよ。はい、で、この度のインターハイの時にぬなみ先生とフジモンのフェイスブックを見て爆笑したっていうね。はい、うん、笑っていただけて光栄でございます。もう面白かったわ。そういう経緯を知らないとみんなわからないね、うん、はい。あ、そうだ、あとそのインターハイで、うんうん、その私の中学の2つ下の後輩ですね、うん、カメラマンやってるんで、まあその時の取材。ただのカメラマン、芸能人とか映したりする。芸能人ではなくて、うん、基本的にはそのバスケット の、うん、そのサイトとかの写真撮ったりとか。なるほど、そういうのをやってるんですよね。トモどうする、いくらで俺らヌード撮ってもらう。ほんまね、うん、もう僕とキースさんが新幹線に手つないでお写真売りますけど。そう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 、高値でやり取りできるまあ新幹線でね、我慢できない2人がっていう話になるわけですねバスケ関係のプロカメラマンやねんな。そうですね、今はそのある B リーグのあるチームとも契約をしていて。そうなんだ。そこの試合は基本
ホームでは多分取って、ただそれ以外にいろいろこう、なんとかカップに行ってくれって言われたりって、初心に取ってきたりとか、それ面白いじゃん、藤本。いや、だから私も情報をもらってて、以前ちょっと、話してたと思うんですけど、そいつはその、桜川家の富永を一押ししてたっていう話です、ね、ちょっと今聞こうと思ったのに、そのバスケプロカメラマンの一押しプレイヤー誰、はい、って聞こうとしててんけど、桜川家の富永選手なんや、だったんですよ。そのそれはインターハイ前の話ですけどね。なるほど。あの丸坊主の、そうですそうです、スリーぼちょぼちょの子やろ。そうですそうです。あの子なぁが全国周り歩いてるプロカメラマンの一押しが富永選手なんや。まあ、経費の関係であまりそのなんて言うんでしょうね、関西とか西方面にはさすがに行かないみたいですけど、そらそらそうやん、関西やったら俺と富永ちゃうけど友永選手のね。そうですね、もうその二人で。あれ、友がおとなしいけど。いやいや、もちろんもう反論の意もないんで黙ってましたけど。反応薄っがっつり来いよ、ここは乗りツッコミ来いよ。あ、そうですか。おお、友永じゃなくて富永って、ちょっと俺頑張ったつもりやってんけど、あかんかったそうか、やっぱり。それで今日ちょっと会って話を聞いたんですよ。おお、どうやって、え、そのプロカメラマンと。そうなんですよ。おお、どんな話したん。実はその前々からそのインターハイで会えたらなって話もしてたんですけど、まあ結局一番試合の多い何でしたっけ、一番大きい体育館に行ってたみたいなんですよね、東体育館ね。あ、東、そうです、そうですね、で、やっぱりこう朝6時集合で、で試合終わった後にまたいろいろこうアップしたりとか、いろいろこう整理したりとかして、結局夜中の3時ぐらいまであなたこうだいろんな作業をして、なるほど。でまた次の日6時だ7時だ集合で、なんてやってたけど、こう文章を書く人がまだ文終わってないから7時集合っつったのに、結局なんか変に待たされるなんだっていう、こういろいろストレスもありながら。激務なんやな、ああいう人らって。まあ多分その仕事を、どの仕事を受けるか受けないかっていうのは、まあ多分個人の自由だと思うので、ただやっぱりこういう大きな大会を引き受けると、やっぱりその大会中っていうのは激務なんでしょうね。いや絶対そうやし、すごい大変そうやんか。ちょっと聞いただけで、なんかやめとくわ、これ P 入れなあかん感じやからやめとくわ。なんか黒い感じの企業の感じするけど、でもそれ楽しみとか趣味につながってるんやったらね、いいことやしな。ただやっぱりいつもその写真撮るためにネット裏とかにいるじゃないですか。だからなんかプライベートではよっぽど誘われないと、自分からこう、普通の席で見る気にはなれなくなっちゃ う, っていう。なるほど、そういう特権を持ってるからね。なるほど。今回のインターハイにおいては、そのやっぱ写真を撮りながらもこうメモを取ってるこうノートなんか見せてもらったんですけどね、走り書きでいろんなこう、そう、何対何対何でこうどこどこがひっくり返ってどのコンとか、いろんなメモがこう書いてあるノートなんかも見せてもらったりなんかしましたけど、まあその彼の中でもやっぱり特に気になった選手とかチームとかあるなんて話を実際取材してて感じたことっていうのを聞いた時に、まず一つは飛龍高校。飛龍やっぱ言ってた？はい、やっぱ飛龍しびれたもん俺も。で特に誰って聞いたんですよ。あ、それ教えて。そしたらですね、ちょっと待って、言わんとって、言わんとって。飛龍の9番ちゃん、13でした。13か、ほうほうほう、はい、あ、多分ね試合によっても違うと思うんですけど、まあね、13番は、要するに一船とやった時に、ダブルエースの一人の野崎選手を4点に抑えたディフェンス。ああ、それが十何番って？ 13 番の杉山君って言って2年生なんですけど。あ、そうなんよ。でも静岡のなんかにも選ばれてるらしいんですけどね。とも知ってる、野崎選手。いや、わかんないです。野崎、小泉っておって、それぞれ30点ぐらい取んねん。はい、
それは分かります。2人で60点ぐらいはアベレージで取れる、はい、そうやね、アベレージで60点ぐらい取れんねんな、あの2人で。2人でそのぐらい取ってるんでしょうね。そうやね。でそのほ、小泉ちゃんは野崎の方を4点に抑えてしまってね。でも小泉も10点ぐらいに抑えられてんねんな、あのゲーム。その試合で小泉の方は一応20点近く取ってたみたいですけど。あ、20点取ってたっけ。うん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 。でも片方がやっぱ失速して4点ってなると、4点ってほんま異常やんな、ほんまに。普通よりもその野崎が4点になっちゃったせいで、いつもよりも入る点数が20点下がっちゃうわけですから。そういうことやんな。うん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 、だからロースコアになっちゃったわけですよね。僕とキリインターハイ行って宿舎でそれ、だいぶ長いこと喋りました。野崎穂泉元気ないけど、野崎4点ってこれ鬼ってないかって言って、誰がこんなになったんやろって言って、でその飛竜ついてたん誰やろうなっていう話は確かにしてました。あ、それが2年生。2年か、すげえな。やっぱりね、体格がみんなすごく良くて、で自分もそれ気になったんで、ちょっとさっき実は YouTube で飛竜の試合とかちょっと見てたんですけど、なるほど、やっぱね、ガタいいっすね。いいよ、みんな当たり負け全然せえへんし、というよりも当たり勝ちしてたけどね、桜ヶ丘相手にも。そうですね、すごかったよね。なんかの記事にも自信あったって書いてありましたしね。うーん、そこがやっぱりこう一番衝撃的だったのと、もちろん4回オーバータイムのあの試合も目の前で取材しててめっちゃ疲れたらしいですけどね。いやあれはいっぱい書くことあったやろうな。でも意見があったのは、まあ、横地くんがね、大堀のすごいっていうところはもちろんだったんですけど、やっぱり大堀あのセンターの15番の方が私はなんかすごくいいなと思ってて、なるほど、どういうところがいいと思ったの。やっぱりちゃんとポストプレーをしっかり、井上くんだったかな、ちゃんとしたポストプレーをちゃんとできるっていうか、勝負しに行くっていうところやな。そうですね、分かる。ちゃんとパワーでいけるっていう、最近少ないこうちゃんとしたポストプレーのできる、ゴール下でちゃんと勝負ができるセンターっていう、ほんまそれ、そこは意見が合いましたね。なるほど。あともう一つ、衝撃的とかその印象に残ったのは何かというと、中部第一だったらしいんですよ。ほう、なるほど。中部第一の何がっていうのを聞いたときに、マネージャーという声が出てきたんです。それ意外やな。何がいいの？どういうことって聞いたときに、もうなんか試合中にマネージャーがめっちゃでっかい声でなんか選手にあだこうだものすごい言ってるらしいんですよね。あ、そうなんや。そこ注目して割とこれ珍しいっていう高校だと。女の子ちゃいましたっけ。あれ女の子なんですか。あ、そっか、その性別まで聞き忘れましたけど、あ、本当だ、トモさんすごい。なんかの記事になってた気がするけどね。トモすっげーな。インターハイ以前の記事。そうなんだ。うーん、もう選手にすっごい厳しいことを試合中にもなんかでかい声でこう浴びせてたみたいな感じで、だから本当にこうなんて言うんだろう、選手にこうなんかもう嫌われ役つじゃないんですけどね、なんかこう嫌われることも別に厭わないぐらい、なんかこう厳しいこともビシッと言うべき時は言うっていう、本当のマネージャーだっていう感じを受けたらしいんですよ、見てて。なるほど。中部第一はどこまで行ったの？1回戦は盛岡市立に勝って、2回戦は神戸科学技術に勝って、3回戦は東高に勝ったの。あ、そう、東高に勝ちましたね。勝ったんや。その次だ。じゃあ、ほんでその次大堀と当たったんだ。あ、そうだ、そこで負けたんですね。ここ知らない。大堀対中部第一はどうやったの？あれ何点差でしたっけ。ちょっと私も忘れてしまいました。開いたの。いや、10点差ぐらいですかね。そんな大差になったわけじゃないと思うんで。そうです。あのね、そのマネージャーの話はボールスピリッツに載ってましたね。あとはもうでも本当に自分はインターハイ出たわけじゃないので、まあ本当に今いろいろこうやって詳しくいろんなことを調べててびっくりするのが、もう
予選が始まっちゃうってことですよね、9月には。そうやな。ちょっと紹介しますか、トモさん。そうですね、もう1時間半ぐらいになっちゃいますけど、大丈夫。あ、そうやな、ちょっと喋りすぎたな、フジモンが。嘘やね、まあ、嘘やね、フジモン。次回でもいいかなと思いますけど。次回でもいい？はい、いやでもせっかくさ、ウィンターの予選発表されたし、これだけはちょっと言うとこうよ。ああ、キムさん、や気持ち焼かないですかね。大丈夫大丈夫、あいつなんかほっとこうぜ。1シード育英、2シード神戸鍵、3シードが報徳、4シードは、村子、それから女子が一山が1シード、2シードが須磨学、3シードが鳴尾、4シードが神戸龍谷っていうカードになってますけれども、これトモさんどこ、男子、男子、まあまあ育英でしょう。ちょっと4シードに村子おるんが嫌な感じですけど。ああ、そうですか。はい、あー、ね、総当たりじゃないんで、もう一発勝負やからね。はい、僕はもちろん応援は育英応援してます。はい、ただやっぱり報徳です。前回インターハイ予選6点差で育英に敗れてますが、はい、報徳対策を練っているでしょう。そうですね、サイズもあります。これはね、全国クラスのサイズがあるんで、僕は1位で出場してくるのは報徳じゃないかなと思ってますし、あと神戸鍵の、誰でしたっけ、センタープレイヤーで僕がファンの人、相原君の活躍が神戸鍵かかってるんじゃないかなっていう、がっつりセンターができる相原君、僕大好きです。もう希少価値が高い。この子の活躍っていうのはちょっと大きいんちゃうかな。神戸鍵、報徳、応援してるのはもちろん育英ですけど、まあ報徳鍵もちょっと応援してるかな。村子の原くんだって応援しちゃうしね。ちょっとこれどっちつかずで、皆さん申し訳ないんですけど、兵庫のバスケを応援するバストラとしては、それぞれにちょっとスタープレイヤーがいてちょっと面白いかなっていう。そうですね、で、まあ、ちょうどこの時期でね、国体も始まりましてね、まあ、その主要メンバーは呼ばれてると思う。そうやね、招集かかってるよね、うん、で同じ体育館でね、汗水垂らしとそうやね、共にレベルアップしていいゲームを見せてくれたらなと思います。あと女子はね、僕一山かな。あ、まあそこはそう、硬いね。あ、吉川先生しっかり育てられてるんじゃないかななんて思っちゃったりしますけど、吉川先生はね、僕女子のチームの中でもあんまり知らないんですよ。僕はもちろん存じ上げてますけど、吉川先生は僕の顔を見たって全然知らないんですよね。インターハイでちょっとお会いしたんですけれども、全くスルーでございましたね。誰この生意気そうなやつっていう感じですね。すいません騎士ですって、そこも言えないぐらいの距離感がちょっとある感じで、まあ吉川先生でもバストラは出たことあるんですけどね、一回インタビューは僕行ってるんで、優勝した時に。ただどうやらお忘れになられてるのかなという感じの距離感でございましたけど。そんなことないでしょ。そんなことないかな。でも今度会ったらもうまた無理くり話しかけてやろうかなと思ってるんですけど。そうですね、うん、いいチーム育てられてるしね、今年はちょっと一山硬いんかなっていう気はしております。ただ須磨学も否めないね。須磨学4番中央出身のあの選手、名前忘れましたけど、あの選手すっごい能力高いよ。どれぐらい一山に食い下がるかな。一山ちょっと抜けとかなっていう気はしますけどね。楽しみにしてます。これ見に行きます、トモさん。9月2日3日と、9日10日。そう、10日午前中ちょっと用事が入ってるんで。あ、そうなんですか。それ終わり次第かな。ああ。分担やから、まあ行けると思います。僕も90、これ高い確率で行けそうなんですわ。で今回はやっぱゲーム見たらね、バストラが盛り上がるからね、やっぱこれ行きたいなと。で、あとフジモンも東京から駆けつけるから、神奈川から、あの場所入ってね、あの場所入ってね、そうそうそう、スライドステップで来るらしいからね。6
えんか。夜行バスめっちゃ抑えて高い場所入っとったらめっちゃ笑いますけどね。そういえば兵庫の選抜はその村校の原くんとかも入ってるんですか？もちろん入ってます。鍵の相原くんとかも。相原くん入ってます。おお、まあ、面白そうなチームですね。そうですよ。で、あと報徳のデカメンバーもいるんで、国体はちょっと特別に期待してもええんちゃうかなと思うんですけどね。ああ、面白そうですね。うん、ちょっと面白そう。あの、やっぱちょっと兵庫は分散してるところあるんで、これ集まる国体。国体の本番はもうウィンターカップの決まった後になっちゃうわけですね。そうです、そうです。本番は。本番はね、ただミニ国突破しないといけないから、あミニ国京都がいるんですよね。ああ、ここは東山洛南の合成チームに勝つっていうのはやっぱり兵庫県としては昔から至難の技なんですよね、これ。大阪もいますしね。大阪もおるし、最近の大阪はねまだあれやけど、友さんの辺の大阪なんてもう獣みたいに強かったから京都大阪ぶち破ってなんてもうだいぶ難しかったんですけど、梶山とかいますしね。トモさんの時どうやったの国体？いや覚えてないです。あ、覚えてないんか。もう忘れちゃいました。うん、はい、僕らの時はケチョケチョでしたね。それこそ桜ヶ丘の富永選手のお父さんとかいましたから。はいはいはい。もうあのお父さんも僕大嫌いぐらい上手かったです。上手かったです、はい、ちなみに私国体選手はないんですけどね。国体選手にはなれず、まあ見てましたけど、まあまあ全然ゲームとかでは会ったことありますけど、国体ではやったことないですね。まあゲームでやった時はケチョケチョに行かれてもう嫌いやったな。人間的には知りません、いい人かもしれませんけど、僕はもうあの敬意を表して嫌いでした。もうだいぶ僕が苦手とするもうゴリゴリでしたから。今日のバストロこんなにしとこうか。そうですね、もう1時間だいぶオーバーしたから、皆さんね会社に着いて車止めてアイドリングで聴いてる頃ですよ。でもちょっと長すぎちゃうか、まあ、あとね、あと最後 B1 のオールスターが熊本になったって。あ、そうなんや。へえー、熊本震災もあったしな、そこ盛り上げるような形でっていう意図はあるんでしょうね。そうですね、完全に復興目的って書いてありましたね。うん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 、なるほどなるほど。それは何かで見れるんかな。ニュースも出てますね。テレビとか、スポナビとかで見れるんかな。あ、スポナビは絶対見れるよね。まあそうですね、でもまあ復興目的やから普通の民放でもしてほしいですけどね。してほしいけどせんやろ。まあそうでしょうね。あ、皆さんスポナビ契約しましょう。僕はスポナビからスポンサーも何ももらってないですけど、バスケを応援するためにスポナビをもうシャーなしで応援しましょう。あかんな、すいません、トモさんから怒られました。でもさ、スポナビスポンサーくれたらええのにな。でもね、バスケの啓蒙のためにスポナビは見やすいよ、 B1 見る人にとってはね。え、フジモンさんどうなん、スポナビ契約してるの？しようかなと思ってます。してないんかよ。だって待って、もうちょっとテレビでやるかと思ったら結局開幕とファイナルだけじゃないですか、民放。民放はね、プロ野球だったら開幕と日本シリーズの最終戦やっただけですよ。うん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 、これはひどい扱いだなと思っちゃう。ちょっと待って、スポナビって俺間違えてる？もしかしてスポナビじゃない？俺が言うてんのはインターネットテレビのスポ、え、スポナビじゃなかった？スポナビはネットで見れますからも。ちょっと待って、俺が言うてんのはスポナビじゃない？もしかして、あ、スポナビライブ、スポナビライブ、それスマホで見れるやつです。はい、これ契約1500円で契約なんですけど、で、ソフトバンクの方は500円で契約できます。これには契約してない？私はしてなかったんですよ。してなかった。これからしましょう。これスポナビライブはスマホで見れますけど、 B1B2 まで全ゲーム見れますから。そうですね、うん、これ値打ちありますよ、はい、特に B 好きのフジモンさんなんてここで情報を集めていただいて。岸さん経費出るんですかっていう声が聞こえてきそうですけど、今のところ出ませんでございます。出るようにしたいね、これでも。ですね。いつかそういう風にしていきましょうよ、本当に。バストラ頑張りましょう、チームバストラ。了解でございます。ね。だから川村に次は夏かけるようにします。絶対お願いしますよ。了解です。
今日は182回目のバスケトークラジオですけれども、リスナーの皆さん、ちょっと長丁場の僕もちょっとほろ酔いの感じで今日はトークやってまいりましたけど、楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と岡本とフジモンでした。 See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye.